できない。ギブです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 。どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの牛に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、今ですね、東京の芝浦にいるんですけれども、激辛メニューがたくさん揃えてあるお店がね、何店舗かあってね、まあ以前にこの芝からスイート何軒か回ったんですけれども、今回は生駒県にさんに来ております。激辛タンメンがあるらしいんですけど、今回これに挑戦していきます。はい、で一応ですね、ちょっとツイッターとかでパッとこうね、レビュー、行った人のレビューを見ますとですね、芝にある生駒県の激辛タンメンを初めて食べた、辛さ5段階なので様子見で2を頼んだ結果、三途の川を見た。スープが辛すぎて飲めない。恐る恐る具をすくって食べるだけでも汗が止まらない。捨てゲーを考えたが気合で完食はした。頭おかしい。昼飯で根性を使うとは思わなかった。また来ます。あいう感じで、ね、ちょっとヤバそうな感じなんですよ。まあでも今回はですね、辛さレベルマックスのこの5に挑戦していきたいと思います。一応店主の方曰く、今まで具を完食した方は20名、スープ飲み干した方はたったの2名ということで、ね、これはね本当にヤバそうなメニューですけども、気合を入れて私やっていきます。それでいきましょう。レッツゴー。こちらが5、辛さ5。いただきます。生駒県産の激辛タンメン辛さ5、お手並み拝見です。倒します。ブートジョロキアの香りが、これはヤバそうですね。じゃあちょっとまずスープからいってみましょうか。次元が違うぞ、この辛さ。今まで食べたラーメンの中で断トツに入るこの一口目のスープが。喋れなくなる前にちょっと、具材だけ、これキクラゲ、人参、キャベツ、もやし、あと豚肉とか、いっぱい入ってますけど、ジョロキアの辛みが半端ない。むしろちょっとジョロキアで特有の苦みが、ちょっと次元が違う、これはやばい。顔が熱くなってきた。顔が痛い。
ジでやばい。もうお腹が痛くなってました。これしっかり、美味しいですけど、美味しいですけど、めちゃくちゃ辛い。ちょっと震える辛さです。あかん、手しびれてきた。これはやばプロボクサーにボディーブローをバシバシ殴られてるような。辛いと思わなかった。心臓が焼けるんだ。これは辛い。マジで辛い。胸が焼ける。食べよったんですけど、このスープをすべて飲み干す勇気は今の私激辛ジョニーに勇気はありません。ということで、これ以上食べ進めることは僕にはできない。ギブです。ギブです。ごめんなさい、スープはきついです。具材だけでしんどいです。こんなに辛いとは思わなかった。
ごちそうさまでした。もちろんこのタンメンとしての旨味、うまい、本当に肉とか肉汁とか野菜美味しいです。ただブートジョロキアの辛みがとてつもない。あの味噌ベース醤油ベースとか、いろいろこうブートジョロキアを使ったメニューはあるんですけど、塩ベースのブートジョロキアというものは味噌とかと違って辛みが混じりっ気がないんで、塩なんで直で辛みが口の中に押し寄せてくんで、相当こう辛みを感じやすくなっております。本当核兵器並みの辛さです。ちょっとスープはきついです。怖いです、これを胃袋に入れるっていうのだと、体が拒否反応を示してます。あーこれはきつい。とりあえずちょっと具飲みで、また出直してこうスープを飲み干すっていうことを、今後の目標として精進してまいりたいと思います。というわけでこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、高評価お願いします。あと激辛ジョニーのスパイスのブログ、あとブログやってます。あとツイッターもぜひフォローお願いします。ちょっとね今回やばいんで、この後の様子、こう食べ終わってから、どんな体の、変化があるかっていうのはサブチャンネルで流してますんで、ぜひそちらの方、チェックお願いします。バレました、辛かった。あごめんなさい、辛さレベル言ってなかったかと思うんですけど、辛さレベルマックス。もうダメ、これはあかん、これ食っちゃあかんやつ、食っちゃあかんやつというか、飲み干したらあかんやつ。参りました、勘弁してください。今日はもう勘弁してください。ごめんなさい、本当にすみません、スープは本当に無理。